はい、どうもこんにちは、クレンゲリオンです。本日はですね、ちょっとね、最新の初音ミクのフィギュアやっていったんですけど、ちょっとラックロックさんの方でね、大変グダグダプレイになってしまったのでですね、こちらのね、セガキャッチャーさんの方でこのワンピースのね、ルフィのフィギュア、こちらを取りながらですね、皆さんちょっとお話ししていきたいなと思ってます。はい、でですね、初音ミクのフィギュアの方はですね、一応ラックロックさんの方で2個ほど取りまして、ちょっとね、2個ともなかなかね、うまく取れなかったんで、まぁ、ちょっとこのルフィの後にね、動画つけておきますので、ぜひね、ちょっと気になる方は見ていただければなと思うんですが、はい、でですね、こちらルフィに関してはですね、ちょっと縦はめなんですけど、今回ですね、差し回しっていうのを皆様にお見せしたいなと思って、ちょっとやっプレイしております。はい、でですね、差し回しなんですけど、まずはですね、こういった形で縦はめと同じように片方に寄せて、奥側をね、持ってあげるって感じなんですけど、こういう感じでね、斜めにしてあげます。これで一応準備完了でございます。本当はね、さっきの1手目でね、ここまでいけると一番いいんですけど、はい、でですね、こっからがまあ、すごい慎重というか重要なポイントで、まずここまでこの状態にしましたらですね、これで言っても左側、こっち画面で言うと奥側にですね、箱のいわゆる開封できるゾーンって何だろう、開けられるとこ、箱のね、隙間にこのね、爪を刺していくと。で、箱をぐるっと回すっていうような戦法になります。こういう感じでね、刺してあげるんですね、奥に。今これ刺さってるんですけど、ここからぐるっと回してあげると。はい、ということでね、3手で取れました。はい、ちょっとね、初音ミクのフィギュアがだいぶ沼ってしまったので、ね、ちょっとぜひぜひこちらを見ていただいて、初音ミクの方行っていただけたらと思います。はい、そんな感じで、ね、本日ちょっとこちらのフィギュア撮っていったんですけど、ちょっとね、最新のフィギュア、今後ね、実店舗で僕も撮っていこうと思うんですけど、まあ、その際ね、簡単なレビュー動画と、獲得動画っていうのね、プレイ動画上げさせてもらって、で、レビューでちょっとね、僕開封すると思うんですけど、開封したフィギュアについては、僕もなかなかね、今飾る場所も結構限られちゃってるので、おそらくちょっと視聴者プレゼントって形で、ね、やっていきたいなと思ってます。おそらくなんですけど、まあ、ドラゴンボールとかワンピース、そういったね、こうメインの人気のあるものは、大体取っていきたいなって感じですかね。はい。そんな感じで、ちょっとじゃあこの後、初音ミクのフィギュア、ぜひぜひ皆さんね、散財プレイ見ていただければと思います。はい。それでは本日一旦こちらで、ご挨拶させていただきます。ありがとうございました。